枠入り10番富野ベール収まりました。枠入り完了です。スタートしました。遅れたのは1番のビヨンドボーダーズ。しかし巻き返していきます。前はまず2番のマックスデイズ、高ダッシュから抜け出していきます。追っていくのは7番のダンストンラソ、外から10番富野ベール。前3頭固まってきまして、後ろ2馬身と切れます。4番手以下も固まりました。8番ハッピークリスマス、内に5番のマグナムパワー、さらに加わる9番コモンセンス。後ろは3番フェデラバード、外を通る6番エッコ。3コーナーをカーブしていきます。1番ビヨンドボーダーズ、外を通るのは4番のマッドアイです。固まった展開で各馬400を通過。これから4コーナー、前は2番のマックスデイズ、7番のダンストンラソ、2頭が並んで4コーナーから直線。3番手以下が少し離れました。3番手以下は広がって、8番のハッピークリスマス、それから10番トミノベール、その外からは9番コモンセンス、大外からは1番ビヨンドボーダーズが伸びてくる。前の争いは今度は7番ダンストンラソが先頭、2番マックスデイズに1番ビヨンドボーダーズが伸びてきて2番手に上がった。ダンストンラソ先頭ゴールイン。勝ったのは7番ダンストンラソ、2番マックスデイズと並んで先行しまして、直線で競り落として最後は抜け出しました。勝ったのは7番のダンストンラソ、そして1番ビヨンドボーダーズ。スタート一息でしたが、直線大外から猛然と追い込んできて2番手に上がりました。